西日本などを中心にこの後も天気急変に注意が必要です。いただいているリポートを見ていきましょう。京都府船井郡京丹波町の方からいただきました。15時前から雨が降り始めました。激しい雨ですということです。かなり激しく雨が路面に打ち付けていますし、一部横殴りに降っているようにも見えますね。宇野沢さん、現在の雨の状況はいかがでしょうか。はい、それでは西日本中心に確認していきましょうか。はい、ではこちらは15時までの1時間に皆さんからいただいている天気のリポートです。こちらの方を見ていただくと、晴れを示すオレンジのマークもあるんですが、そのすぐそばで、雨の水色のリポートが届いていると、そんな状況ですね。で、雨だけちょっと確認していきたいと思いますけども、強さという点からすると今リポートのありました京都、それから兵庫県内、あとは九州北部というところからはザーザーから一部豪雨という激しい雨のリポートが届いています。で、レーダーの方を重ねてみるとですね、一つ一つはそれほど大きくはないんですけども、活発な雨雲の方が存在しているといった状態。はい、雷の状況を確認してみると、やはり活発な雨雲のところでは雷の方も発生しているといった状況です。はい、で、この後なんですけども、こちらは18時の雷の発生確率なんですが、やっぱり九州山地を中心としたところ、それから中国山地から近畿にかけてというところで、その確率が高くなっているといった状況です。はい、で、今後の降水の流れをシミュレーションの方で見ていきたいと思いますが、こちらを見るとですね、やはり九州、中四国、あとは近畿を中心に雨の方が降りやすくなるといった状況となりそうです。はい、で、こちらだいぶ広い範囲で降水が計算されてますけども、その中でところどころで、活発な雨雲が発生し、突然雷を伴って激しく降らせるといった状況になりそうです。はい、わかりました。この後も強い雨や雷雨にお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。